皆さんこんにちは。私たちは見逃さない君たちへです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では簡単に早速自己紹介させていただきます。あ、はい、元ピッチカートキティアイのダンダンです。よろしくお願いします。ダンダン。はい、元コットンキャンディーの千春です。よろしくお願いします。ちーちゃん。はい、ピッチカート9期生グリーン担当のセナです。よろしくお願いします。セナ。はい、ピッチカート9期生青色担当マオマオです。よろしくお願いします。マオマオ。はい、元大人派学院恋して語らしささっきもステージで踊ってましたマメです。よろしくお願いします。マメ。どうですか？あ、ここまで踊ってきた曲を紹介しますか？はい。あ、私でいいの？どうぞ。はい。NMB48 さんの初めての星と AKB48 さんのリセットをお送りしました。イエーイ。さあ、今日は何のコピーですか？さやかソニックです。イエイイエイ。はい、なんでこのね曲をやることになったんでしたっけ、この公演を最初ね全然これをやる予定でね組んでなかったんですけど、うんうんうん、なんかですね、私たち10月の15日にひまわり組の僕の太陽の公演のコピー公演をコピーやってまして、その帰り道にですね、次フェニックスがあったら何がしたいかって話をタクシーの中でしてたんですね。で、冬の野外、あ、 NMB のあの曲やりたいなっていうことをももちゃんが言ってくれて、で、そのセットリストを調べ、その曲とかを調べたら、あ、最初にいいじゃんってなって実現したのが今回のセットリストです。イエイ。そしてですね、今回から新しくね一人仲間に加わってくれたことがいるので、セナちゃんちょっと一言どうぞ。はい、見逃さないさんに初めて参加させていただきました。もともと見逃さないさんの主催というかの公演に見に行ったり、前回ここで踊ってはったのを客席で見てたりしたので、一緒に踊ることができてすごく楽しくて嬉しいです。はい、私たちも嬉しいです。はい、本当にね参加してくれてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。じゃあですね、ちょっと今日のセトリについても軽く触れたところでですね、早速次のブロックに行きたいと思うので、じゃあ皆さん位置につきましょう。
イエイ。あれ？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、そうか、ちょっとですね、ここで見逃さない君たちへとましてもちょっとお伝えしたい告知があるんですけど、みんなおのおの告知したいことがあると思うので、はい、順番に告知していきたいと思います。じゃあこっちから行く。はい、じゃあ私から行きたいと思います。さっきのソロで告知させていただいたのは別で、さっき物販でもお話しさせていただいたんですけど、4月30日の日曜日に、場所はまだ出てないんですが、京都のどこかで、AKB48 さんの2008年から2015年のリクエストアワー上位100位を土台とした、皆さんにリクエストアワーをしていただく、リクエスト AKB48 のリクエストアワー公演をやらせていただくことになりました。イエーイ。豪華豪華、とっても豪華。メンバーが発表されてるんですけれど、26人演者さんがいて、裏方で入ってくれている演者さんも2人いたりとかして、全部で28人でね、うん、今動いてる、合ってる28人、多分26人。あれ、ちょっと人数さえも私たちもね、怪しいぐらい本当にたくさんのメンバーで、やる公演が4月30日にあります。12月31日まで、年末までですね、実際投票できる、皆さんにリクエストしていただけるようになってますので、ぜひぜひ物販の時にでも、リクエストの URL 教えてとかでもいいので、ぜひお話ししに来てくれると嬉しいです。一緒にイベントと皆さんと作り上げたいので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ここでも私とちーちゃんとダンダンが出て、出るので、ぜひお手開けておいてください。はいはい、はい、じゃあ次、じゃあ私から、見逃さない君たちへの、ちょっと過去仮のイベントなんですけれども、ちょっとやんわり告知したいと思います。はい、2023年の2月初旬になる予定かな、多分ね。ナンバエリアのとあるスペース、お店お店でイベントをさせていただくことになっております。カッコ仮、カッコ仮、そう、はい、カッコ仮なんですけど、少人数にはなるんですけれども、この日しかない衣装と、うんうん、この日しかできない体験ですね、うんうんうん、お時間をね、はい、お時間もございますので、詳しくは見逃さない君たちへのツイッターを、チェックしていただければなと思います。はい、なんかポイントないですか、ポイント、これが女の子の憧れ、あ、女の子の憧れ、確かにそうなんです、うん、いや本当にレア度マックスなので、ね、ぜひ来ていただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は48の曲を踊るステージになったんですけど、私とセナがですね、2月4日世界観の方でモーニングプロジェクト、モーニング娘さんのコピー公演をさせていただきます。そちらまだチケットも予約受付中ですので、ぜひぜひご参加じゃないわご来場いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。パチ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 、じゃあ次、簡単に私からなんですけど、まだ水面下で動いている状態なので、あまり告知はできないんですけども、今年は東海だったり、ちょっと関西より西の方だったり、劇場公演を2つほど私は出る予定をしているので、それも楽しみにしてくれたら嬉しいです。本当に三度の飯より劇場公演が大好きなのでこれからもちょっとね、 AKB たくさんコピーしていきたいなって思ってます。じゃあ最後にセナちゃんから。はい、来年2023年の1月14日に、AKB48 さんの西武ドーム公演を元にした、そこからセトリを組んだ公演コピー公演が、大阪の世界観でありますので、そちらもぜひ来てくださると嬉しいです。はい、あと、ピチカート、私とマーマーのチームのピチカートの単独公演が3月12日に
安倍の区民センター大ホール大ホールやってる大ホールにて開催されます、開催しますので、ぜひぜひ情報はピチカート単独公演アカウントでご確認いただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。イエーイ、盛りだくさんだね、みんな盛りだくさん。はい、じゃあというわけで告知もさせていただいたので、ラストスパート、あ、の前に前に、あ、なんだっけ、まおまおちゃんにね、語っていただくタイムをですね、ごめんごめんごめん、どうぞ、大事なところ大事なところを、なぜかここの MC で私がさやかソニックへの愛を語るっていう台本になっていたんですけれども、さやかソニックは私は現地で見させていただいてたんですけど、まずもう素晴らしいのはもう言わずもがななんですけど、私が個人的に感動したポイントとしては、全曲山本さやかちゃんが出演してくれたこと、これがファンとしては一番嬉しかったです。わかる。で、今回のセットリストからにも6曲選ばせていただいて、6曲 ?7 曲でしたっけ、7曲だね、選ばせていただいたんですけど、本当に新旧取り混ぜた、もうファンがうおーって毎回曲の頭で鳴るようなセットリストだったのも本当に楽しかったですし、規模の大きさであったり、もう歓声が女の子の歓声も男の人の歓声もどちらもすごい聞こえてって、もう老若男女、もう全国から愛されている山本さやかさんという私の自分の推しの偉大さを知る公演になりました。そんな公演を今日はこうやって大好きなメンバーの皆さんとコピーできて本当に嬉しいです。では最後まで楽しんで、船も祝福してますよ。そうだね、船も祝ってるからね、祝ってる、祝ってる、最後までお楽しみいただけますと幸いでございます。かな、 OK ですかね、はい、はい、それでは皆さん、まだまだラストパス、ラスト、もうやだ頑張って噛んじゃった。ふにゃはまだ出航しないみたいですそれでは皆さん、まだまだ盛り上がっていけますか、イエイ、ありがとうございます。それでは最後の曲ではないですけど、最後のスパート、もそれでは聴いてください。はい、見逃さない君たちへのポスト、からあと2曲、ラストスパートも一緒に盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください、ずっとずっと。
私たち見逃さない君たちでした。ありがとうございました。ありがとうございました。冬の野外で NMB48 は感じていただけましたでしょうか。この後30分あの物販を行わせていただくので感想聞かせてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。物販で待ってます。バイバーイ。